演歌は明治時代の自由民権運動において政府批判を歌に託した演説家の略。1960年代半ばに日本の歌謡曲から派生したジャンルで日本人独特の感覚や情念に基づく娯楽的な歌曲の分類の一つである。当初は同じ音韻である演歌や音歌の字も当てられていたが1970年代、 初頭のビクターによるプロモーションなどをきっかけに演歌が定着した。なお、音楽理論的には演歌の定義はない。ここでは一点に含めて解説する。演歌が用いる音階の多くは、日本古来の民謡等で歌われてきた音階を平均率に置き換えた五音音階が用いられることが多い。すなわち、西洋音楽の七音階から第四音と第七音を外し、 第5音と第6音を、それぞれ第4音と第5音にする、五音音階を使用することから、4と7を抜く、よな抜き音階と呼ばれる、音階法である。この音階法は、田中穂積による、日本初のよな抜き単調曲である、美しき天然の影響を受けた、小雅男、後の小雅男による、小賀メロディとして定着し、以降演歌独特の音階となる。ただし、 夜な抜き音階そのものは、演歌以外の歌謡曲などでもよく使われる音階である。小賀メロディーについては、初期、クラシックの正当派、東京芸大出身の藤山一郎の声楽技術を正当に解釈したクルーン商法で一世を風靡したが、やがてそのメロディーは、法学的技巧表現の傾向を強め、1960年代に、 ミソラヒバリを得ることによって演歌の巨匠としてその地位を確立した。小説を聴かしながら、それぞれの個性で崩しながら演歌歌手たちが、コガメロディーを個性的に歌った。楽器は、クラシックギタースティール弦アコースティックギターやバイオリンが多用され、TV での収録や大ホールでの演奏などの時には、ドラムスやベース、キーボードなどが入ることもある。歌唱法の特徴としては、 小説と呼ばれる独特の歌唱法が多用される。また、必ずと言って良いほど、ビブラートを深く巧妙に入れる。この二つは演歌には不可欠と言って良いが、本来別のものにも関かかわらず、混同される場合も多い。演歌歌手は、日本的なイメージを大切にするため、歌唱時には服を着用することが多い。歌詞の内容は、みそらひばり悲しい酒。 宮古晴美、大阪しぐれ、大川栄作、サザンカの宿、よし行くぞ、雪国、酒よなどのように、海、酒、涙、女、雨、観楽街、北国、雪、別れがよく取り上げられ、これらのフレーズを中心に男女間の切ない情愛や、秘伝などを歌ったものが多い。また、細川隆、北酒場、藤士子、新宿の女など、 水商売の女性が客に恋をするモチーフも頻繁に見られ、そうした接客産業の顧客層である男性リスナーを中心に指示を得ている。切ない感情、真剣な心情を表すため、単調の曲が多いとされているが、詳細な統計はない。蝶々で書かれているものは夜な抜き音階のものが多い。男女間の悲しい情愛を歌ったもの以外の、 テーマとしては、蒸気のような特徴を兼ね備えた、いかにも演歌らしい演歌に対して、ド演歌といった呼称が使われることがある。また、男女の情愛に特化されたジャンルで、演歌よりも、都会的なムード歌謡というものがある。とはいえ、蒸気の特徴をもってしても、演歌とそれ以外のジャンルを明確に分類することは、難しい。例えば、ジャズピアニストの山下洋介は、 音楽理論的に両者を区分できないのいで、演歌もアイドル歌謡曲も同じにしか聞こえないと述べていたと言われる。演歌は日本の大衆に受け入れられ、流行音楽の一つの潮流を作り出してきたが、一方で、その独自の音楽表現に嫌悪を示すものも少なく、ないのもまた事実である。日本の歌謡界に大きな影響力のあった歌手の阿わやのりこは演歌嫌いを抗言し、 演歌撲滅運動なるものまで提唱したほどだった。作曲家の杉山孝一も、日本の音楽文化に暗黒時代を築いたと実書に記している。添え倒しせみ棒、演歌と呼ばれる歌は、その最初は19世紀末の自由民権運動の時代に遡る。反発政府に反発する公開演説会に対する当局の監視が強くなった時、圧力をかわすために政治を風刺する歌として、 演説家が生まれた。有名なものに、ダイナマイト武士や川上じ次郎のおッぺけぺえ武士がある。やがて、20世紀に入る頃には自由民権運動も一段落し、演説家の内容にも変化が訪れる。題材が、政治に対する、プロテストから、社会問題に関する風刺に変わっていくとともに、バイオリンでの伴奏が導入されるなど、芸人の要素を強めていく。また、担い手も、 政治運動を制御とする創始から所生によるアルバイトに移行するなど、より商業的な存在にもなってゆく。この時期の作品としては、死の目め節、ラッパ節、ハイカラ節などがある。やがて、昭和初期にレコード歌謡の史上が完備されると演歌詞の活動にも嘆きが与えられ、盛り場で流しをして、生計を立てるのが一般的になる。この時期の演歌については、 実証的な研究は少なく、同時代の演歌師であった、添田押しセミ坊とその息子、添田智道の著作が主要な情報源として用いられている。一方でその政治的な態度についての証言に対しては、倉田義弘や西沢総が実証的な批判的研究を行っている。この時期のレコード歌謡において、同時代的に演歌と呼ばれた作品、ジャンルはないが、 それに類する曲調の楽曲がある。大正末期、仙道光太が大流行する。関東大震災後の世相に合致したもので、遠征的な歌詞や夜な抜き、単音階などの特徴が、後の演歌の音楽的特徴を先取りするものであった。これは演歌詞による作品ではないが、最初に楽譜として売り出されたのが演歌詞によって歌い、広められており、それが話題を呼んで映画化。 無声映画であったため演歌師が実演するというレコード会と演歌師のコラボレーションで知名度を上げた。また、演歌師にあっては、鳥取春陽が作曲を得意としており、先導校歌の作風を踏襲したカゴの鳥をレコード発売してヒットする。鳥取春陽は、その後、オリエントレコードの専属作曲家へと転身した。また、夜な抜き、超音階としては、カチューシャの歌がある。 同曲は、伝統的な民謡音階と西洋の超音階の、折衷によって生まれたもので、単純な、日本的な歌ではなく、ヨなぬきイコール日本調という見方は、同時代的には存在しなかったことがわかる。この曲の流行も演歌詞の活躍が大とされており、この時期の演歌詞は、曲を流行させる媒介者としての要素が強かった。レコード歌謡の世界において、 期近代の日本の風土に由来する日本調のものとしてはお座敷の要素を取り入れた芸者風の歌手が挙げられる。曲調は息で強楽、官能的で、また歌唱法に民謡や老曲の特徴が一切ないなど現在の演歌とは全く異なる歌であった。また題材に日本調を取り入れたものとしてはまた旅物が挙げられるが、これはあくまで題材が 日本調であるに過ぎず、小治太郎やリックミネの歌唱法は西洋音楽芸術のそれであった。また、また旅物というジャンル自体が、長谷川真に代表される当時の大衆小説によるもので、その意味でも伝統的なものではない。戦後しばらくのレコード歌謡の主流の歌唱技術は西洋音楽技術に準ずるべきであると考えられており、藤山一郎、阿わや子、 霧島登らはいずれも音楽学校出身の歌手であった。彼らはいずれも後に流行する演歌の歌唱法に対して厳しい、非難を繰り返すこととなる。ミソラばり。毎日新聞社、毎日グラフより。1945年の敗戦を境に、戦前からの連続的な文化的要素はおしなべて、反動的、封建的とみなされ、進歩的文化人から寄避された。 基本的には、レコード歌謡全般が忌避され、歌声運動や勤労者音楽協議会の主導で、ロシア民謡や労働家が、明るく健康な歌とされた。レコード歌謡では、米国から流れてきたジャズ調の曲が主流を占める。吉田忠が、ジャズ系の楽曲を生み出し、フランク長井、水原博石原裕二郎などが歌唱した。彼らは揃って聖域が低音であったため、芸者、 民謡などの旧来の歌手が、いずれも高音系であったのと対比されて、より西洋らしさ、モダンな都会性を醸し出したのである。その他の作家としては、小賀正夫、服部良一、西条八十、藤浦ー羅がいる。1960年頃からは、橋幸男、吉永さゆりなどの、青春歌謡などのジャンルも生まれた。また、歌声運動出身の泉拓は、 ローンの曲などを作った後 CM ソングの世界に進出し、ホームソングの生みの親となった。一方で、1955年頃からラジオが地方へ普及するにつれて、地方を舞台にした楽曲が生み出された。これらは、また旅物や後のご当地ソングのような様式化された地方ではなく、戦後の地方出身者の都会への進出を背景とした、傍教がテーマになることが多かった。 初期の歌手では、カスガ八郎、島倉千代子、三橋道也、作曲家としては、船村徹などが挙げられる。島倉は常日の芸者風の歌唱法で歌い、三橋は初めて民謡調の発声をレコードに吹き込むなど、田舎町は、論断では、劣勢な日本調的な特徴を持っていた。田中町の楽曲は会話調の歌詞に起伏に富んだ、旋律がつくもので、 都会長で接見されていたレコード歌謡に衝撃を与える。一部からは、畳替えをした、新しい桟木の上を同速で歩くような作家が出てきた、と非難された。後に、村田秀夫が浪曲系から加わり、王将がヒット。さらに、美空ひばりと、小川沙夫という都会長を代表するコンビも、柔らや、悲しい酒など、田舎町に近い楽曲を発表した。後年ひばりが、 演歌歌手と呼ばれる楽曲は、この頃から始まる。1960年前後、同時代的に演歌と称されるジャンルが生まれたが、それは、明治期の演説家とも、後世の演歌とは異なり、夜の街の流しの系統に限定されていた。代表的な演歌歌手は、小間取り姉妹で、三味線流しで成型を立てていたという老い立ちから、貧しさや不幸のイメージが、 プロモーションで増幅された。また、作曲には同じく叩き上げの遠藤実紀を起用した。同じ時期に小林明が映画、渡り鳥シリーズでのギター流し役が当たり役になるが、小林の流しは合法来楽で曲調も多彩という駒取り姉妹と対局にあるものであった。この両者をプロデュースしたのが、コロンビアのディレクター、マブチェ・ゲンゾウである。当時の流しは、 人狂との親和性が高く、人狂映画と演歌は同じ支持層を持っていた。愛ジョージは、流しの人狂的イメージに否定的であり、流しのリクエストのほとんどが日本の流行歌であったが、ジョージがやりたかったのはジャズなどの洋楽であった。やがてインテリ向き流しとして成功すると、デビュー後は洋楽を主に言った。それと対照的なのは、北島三郎で、初期には、 ギター人技、兄弟人技など、人気をテーマにした楽曲を出した。流しの特徴は、作者不詳と共作にあった。北上野曲、北企業がその端緒とする。1962年には、田端義夫が、奄美地方の新民謡、島育ちを再発見して発売、合わせて、奄美関係の曲が大量にヒットする。1964年には、 お座敷子歌,歌が歌詞を変えて共作された。ついで、しり番が地、夢は夜開くが特に後年カバーされる。<music> ちょうどこの時期は、グループサウンズの誕生による、レコード会社の専属作家制度の解体期と重なっており、作者不詳の歌の流用はその時代の要請に応じた潮流であったと考えられる。また 長氏は盛り場を活動の舞台としていたため、地元の読み人知らずの楽曲が手に入りやすい環境であったとも言える。上述の通り、進歩的文化人の間で、日本的な歌や演歌は否定され続けていた。この頃の最も強く流行歌を批判してきたのは、園部三郎であった。園部は、戦前の歌謡界の変化を例にとり、いわゆる日本的旋律による愛観は、 社会の大廃棄には必ず出現するほどまでになると、日本的な歌を激烈な表現でこき下ろした。もっとも、一般メディアではその政治性が消去されて、不況になれば演歌が流行るという単純な図式が示されていた。一方で、1960年の安保闘争を前後して学生運動から生まれた震災欲は、従来の進歩的文化人の啓蒙思想や、 特権的態度への反発から、進歩派に、低俗、大敗とこき下ろされてきた民族的、民衆的な文化を、肯定的に読み解く試みを行うようになる。震災欲的レコード海洋論の講師は、思想の科学1963年10月号の、座談会、流行下に見る、大衆思想、アカシアの雨に打たれてである。この中で、寺山は、 連帯を価値とする歌声運動との対比で歌謡曲を孤絶したアウトローが一人で歌うものと規定した。そしてその要素として寂しさ、暗さを神秘化したことで後の演歌のフォーマットを提示したと言える。一方森はスターリニズムに代わる思想的潮流であった阻害や性の解放というテーマを絡めることによって進歩派と比べて自身の思想的立場を固め、 安保闘争の後に流行ったアカシアの雨が止む時を引き合いに歌謡曲を阻害された大衆の女の魂を生々しく歌い上げるという側面を強調した。ついで1965年、竹中務、美空ひばり、民衆の心を歌って20年が出版される。この中で竹中はエリート階級による伝統的、日本的な歌への攻撃を批判し、 その攻撃に耐えて、ヒバリを民族的、民衆的な音楽の伝統を守った存在として、徴用している。もっともこの書は、他書の引用の段階などで、ロジック上のあやふやな点があり、デビュー当初の都会的なメロディーを歌う、ヒバリの存在にはあまり言及されなかった。しかし、当時ヒバリは震災翼論弾においても評価は低く、この論考は、新鮮さをもって受け止められた。 1966年、いつきひは、ま淵現像をモデルにした小説、演歌を発表した。同作では、レコード社内での演歌と外来音楽のプロデューサーが、互いの身体をかけて、売り上げを競う筋書きであり、演歌のプロデューサーのモデルがま淵とされる。このモデルの人物は、ま淵と比べて、五木の手によって脚色されており、などのような願意が、 新たに加えられていた。また、演歌は、ジャズやブルースと、同じく孤立無援の人間の歌、日本人のブルースであり、演歌を無視した地点に、日本人のナショナルソングは成立しないだろうと、登場人物に言わしめた。そして、当初は演歌を否定していた、主人公は、終盤、演歌の歌い方が、下品だと批判されたことに対して、演歌の歌い方は、差別され、 踏みつけられている人間が、その重さを歯を食い縛って、全身で跳ねのけようとするうなり声である、とカッパした。五木は同作を通じて、社会批判の演歌が芸能化して演歌となったことを、肯定的に捉えた。従来の論談では、政治的批判精神の欠落として、演歌の演歌化は批判の対象になっていたのであるが、五木は逆に演歌を、大衆自身の声ではなく、 インテリゲンチャの形成の歌であることが演歌の弱さであって演歌に転ずることによって庶民の口に出せない怨念秘象をあでなる詩曲に転じて歌う音歌になったのだと後に記している。五木が演歌の定義として設けた暗さや感傷性は従来の楽曲のジャンル分けのどれとも異なる新しい枠組みであった。樹の小説によって演歌の推移をめぐる 歴史観が根本的に変えられるに至ったのである。1966年発表の柳瀬ブルースはその後レコード吹き込みをしたところ優先放送を通じてローカルなヒットになった。このヒットは地元の優先放送のヒットが全国区の大手レコード会社から発売されるというボトムアップ方式のヒットであり、 レコード会社主導の上からのヒット曲という従前のモデルとは異なるものであった。また、優先放送は盛り場でかかることが多いため、優先放送は演歌の重要な市場となった。三河のヒット以降、ブルースと名付けられたご当地ソングが続けて出される。同年にデビューした青江港、森慎一は共に地方の洋風盛り場のイメージに合致しており、 共にブルースを相次いで発表した。これらのブルースの流行は、高度経済成長に伴う、地方都市のショート会化に起因しているとされる。1969年にデビューした、藤稽子は、その壮絶な老い立ちがまさに、五木が小説で示した、音歌に当てはまる存在であった。プロデューサーの石坂正夫は、藤の物語やアングラな雰囲気を全力で押し出す、プロモーションを行い、 演歌の星を背負った宿命の少女のキャッチコピーで売り出した。五木本人は、藤の最初の LP について、昇進正明正の音歌であると絶賛した。藤の音楽性についての評論は、震災翼系論壇においても行われた。その意味で、藤は五木的な意味での典型的な演歌歌手であったが、その曲調は、ブルース歌謡がメインで、また、 当時社会的なメッセージ性を持ったフォークの要素をも取り入れていた。1970年版の現代用語の基礎知識では演歌の項目が立てられ、藤のブレイクと前後して演歌は世間一般での知名度を得た。藤がブームになった後、1972年頃まで若者にも演歌が興味を持って受け入れられ、若者向けの雑誌でも 演歌歌手に関する記事が多く見受けられる。GS や青春歌謡の系列の歌手も演歌調に寄せた曲を発表していた。矢切の私石み、細川隆史式、昭和59年3月吉日、富士稽古ブームの翌年、1971年に小柳ルミ子が私の城下町でデビュー。小柳の歌は、音の運びは明らかに演歌であったが、その内容は、 絵はがきのような日本情緒であり、暗さやアウトローなどとは無縁であった。また、1973年には演歌ジャンル確立以前から活動している春日八郎が自身のヒット曲と過去のカバー曲を交えたリサイタル演歌とは何だろうで文化庁芸術芸能部門大賞を受賞する。演歌の歴史の古さが公に認められるとともに、 当初究極のアウトローから始まった演歌が早くも国民の文化財という主流派の立ち位置を得てその先鋭性を奪われてしまう。一方演歌の特徴的な形式のみが切り離されこの要素を商業的に消費する流れが続いた。1972年にはコミックバンドのピンからトリオが歌う女の道が大ヒット。過剰に拳を利かせ 劇画的とも言えるほどに強調した。翌1973年には殿様キングス、涙のミサオが、やはり様式化した歌帳でヒットする。1974年の桜と、一郎、昭和カレススキは、大正期の動コ古タに、フォークの要素を加え、男女の比例を強調した。1970年代後半の演歌は、 いつきひろしとやしろあきが知名度と人気を誇る。両者ともに長い下積みと再デビューという物語が付加されていた。なお、その曲調はともにモダンなものであった。1977年にはカラオケが登場する。当時のカラオケは夜の盛り場で用いられることが多く、必然的に演歌が多くかけられた。ちょうどこの頃のヒット曲は、 宮古晴美、北の宿から、八石川さゆり、津軽海峡、冬景色で、演歌の舞台には徐々に、北方の雪景色が多数を占めるようになる。しかし若い世代の間では、ピンからトリオなどの過剰な模倣の後は、演歌人気は続かなかった。1978年は、演歌のヒット作が出ず、同年の第29回 NHK 紅白歌合戦の鳥は、 ポップス系の山口百恵と沢田健二であった。1979年にはカラオケ酒場を主な舞台とした演歌復興が懸念され、小林幸子、思い出酒、厚み次郎、夢追い酒などの酒が演歌の重要な要素に加わる。テレビ番組では1981年から NHK 歌謡ホールがスタート。演歌歌手をメインにした番組がスタートしたが、 ヒット曲よりも過去のスタンダードナンバーを中心にした構成となった。さらに演歌がカラオケで歌う歌となったため歌詞や曲調、歌唱技法が均質化してゆき、1980年代からどれも似通った作品になってゆく。石川さゆり、天木声はこの潮流に反して素人は歌えない難しい歌というコンセプトで作られた。やがて、 主婦をターゲットにしたカラオケ教室が流行することによって当初は明るい家庭とは対極的な立ち位置にあった演歌の熱心な支持者が主婦を中心とする中高年女性になるという現象が起こる。これに対応して川中美幸、二人酒や三船和子、旦那様など夫婦が演歌のテーマに加わる。ところが1980年代後半になると カラオケボックスの普及によって若者がカラオケを利用するようになり演歌の占めるシェアはますます狭まっていった。村田秀夫記念館平成に入ると若者世代が歌う歌を J-POP と呼称するようになり主流のレコード歌謡のほとんどを占めた。それ以外の歌は一括して演歌、歌謡曲と呼ばれるようになりオリコンの分類もその2本立てになる。歌謡曲とは本来は 最終的レコード歌謡全般を指していたものだが、やがて特定の時代の特定のジャンルの楽曲のことを指すようになった。1990年代の渋谷系を講師として、サブカルチャー、解雇趣味として、これらをまとめて扱う傾向が生まれた。一方で、同年代の作品の市場規模は縮小の一途をたどる。1996年には、 オリコンチャートが発足した1968年以後、初めてオリコン年間シングルチャートの総合100位以内に演歌の作品がランクインしない事態が発生する。1990年代以末には演歌の新曲 CD が数十万枚単位でヒットする例は極めて少なくなってしまった。一部レコード会社の演歌部門撤退による演歌歌手のリストラも この時期に行われており、応募書祭もリストラされる事態に陥る。その後、リストラされた演歌歌手の多くは、演歌を主力とするレコード会社に移籍した。1990年代後半には、日本テレビ、トンネルズの生でダラダラ行かせて、の企画から誕生したケンザブロージョージ山本のロマン、ローマンマイナス、NHK、二人っ子の劇中歌だったオーロラ。 テルコの、夫婦道、真心の端といったテレビ番組からのヒット曲が生まれ、話題になる。2000年代前半には、J-POP の定調もあり、CD 売り上げ枚数に占める演歌のシェアが、相対的に上昇しつつあるとされる。2004年5月23日に、地元の有志により村田の業績を後世に伝えるため、故郷の佐賀県大地町に、村田秀夫記念館がオープンした。 現在、70代以上の高年齢層限定の、ジャンルという認識が強いのは否めず、若い世代のファンが圧倒的に少ない。個性と実力を兼ね備え、演歌という新ジャンルの土台を築いた、カスガ八郎、三橋道也、南春夫、村田秀夫らの男性歌手や、演歌の女王と称された、美空ひばり、島倉千代子らの女性歌手が、平成時代に入った後それぞれ亡くなった。 また、その後に続きかつて紅白歌合戦に常連出場していた北島三郎、森新一、細川隆三河健一、八代明、小林幸子、川中美幸、宮古春美など、大御所と言われる歌手たちや、他井月博石川さゆり等ベテランの歌手も、かつての昭和時代と比べると実力を発揮しきれていない状況である。また、若手を除けば、 歌手本人は愚か作詞、作曲家などの共同制作者が奇跡に入るケースも増加している。優先などでの小ヒットはあるものの、大泉逸郎、孫、氷川清し、箱根八里の半次郎、ジェロ、海行き以来世間を揺るがすほどの大ヒットはなく、少なくとも2010年代以降は、花井美晴、女の道は、星の道がヒットしたのみで、全体的な低迷が続いている。 合わせて、日本レコード大賞においても、2006年の日川清し市県が大賞を受賞して、以来、大賞受賞者が長らく遠ざかっているのが現状である。また、1960年代以降に、洋楽のロックや日本製のフォークや、ニューミュージック、アイドル歌謡などを聴いていた戦後生まれの世代が、中年層になっても演歌に移行せず、ロックフォークなどを聴き続けているものが多いことから、 演歌ファンの高齢化が顕著になっている。カラオケブームによる第二次ブームの時期に幼少期から青年期を過ごした30代後半50代の中年、壮年層の中では近親者などの影響も手伝い比較的認知度は高い。しかし、個人差はあるものの、聞くあるいは積極的に歌う対象にはされにくく、敬遠される傾向が強い。ただし、 歌手のキャラクターは広く受け入れられている部分もある。村田秀夫のムッチーブームや千正夫の額のほくろロ、小林幸子と三河健一の紅白衣装対決、森新一のおふくろ参加賞やおふくろさん騒動など、モノマネブームによるこれら個性的な歌手のモノマネ持ち名度の向上に貢献した。しかしながら2010年代以降ではモノマネ番組を含め、 紅白歌合戦、日本の歌、あなたが聴きたい歌のスペシャルといった演歌を見聞きする、機会が得られる番組は、いずれも年数回の特別番組ばかりであり、かつ、往年の名曲ばかりが紹介、モノマネされるため、新曲に触れる機会がこれらでは得られない。その他の音楽番組で、演歌歌手が出演する際も、自身の新曲を披露する機会自体少なく、歌唱力などを活かした。 他の歌手の曲のカバーを披露することが多い。その一方で、千葉テレビ放送、テレビ埼玉、栃木テレビ、群馬テレビといった一部の独立局では、主にシニア層の視聴が多い平日午前中を、中心にほぼ毎日、演歌のレギュラー番組を自社制作などで放送している。これらの番組では、往年の名曲から、新曲、ベテランから、若手演歌歌手まで、幅広く扱っている。 この4曲ではいずれも長年放送が続いている視聴者参加型のカラオケ番組があり、主に中高年層の視聴者により演歌が多く歌われている。一方同じ独立曲でも FM 東京系列の東京 MX や開局以来 J-POP や洋楽を番組編成の柱の一つとするテレビ、神奈川などでは演歌番組、視聴者参加型カラオケ番組のレギュラー放送がないため、 千葉、埼玉、栃木、群馬はごく稀な例と言える。NHK を含む BS ではシニア層をターゲットにゴールデンタイムにも関連番組が放送されている。こうして演歌に触れる機会が少ないことなどもあり、10代、20代の若者の中には代表的なヒット曲や氷川清などの有名歌手を除き、歌手の存在自体をも認知していないものも少なくなく、 曲や歌手以前に演歌というごくすら敬遠されるケースさえある。ただし、生活環境によっては、若者の中にも一部には熱烈な演歌ファンが存在することも事実であるが、ファン層は60歳代後半以上が、おおむね8割以上で、20歳代以下は1割以下である。しかし、高齢化社会となり逆に、シニア層の人口が増大している現状を逆手に、 取り視聴者獲得のために演歌に変調した番組編成を取る放送局も存在する。台湾では戦前に日本語教育を受けた世代が日本の歌を好んで聴いたことから台湾人歌手によって日本の演歌が歌謡賞などで歌われてきたほか台湾語によるカバーも数多く出現し日本でヒットした演歌の大部分は台湾語でカバーされる状況が続いてきた。 また台湾で作曲されたオリジナル演歌も多く、その題材や歌唱法は日本の演歌と変わらない。台湾海洋界では戦後長らくポップスイコール北京語、演歌イコール台湾語という言語による住み分けが続いたため演歌は第五歌とも称される。日本で演歌の衰退が言われる現在でも台湾では演歌の人気は依然として高く、テレビでは 演歌中心の歌謡番組が定期的に放送されており、日本語の原曲と台湾語のカバー曲を交互に歌唱するなどの演出も一般的である。シンガポールやマレーシアを中心とした東南アジアには中国系の住民が多く、それらの内福建系の住民は台湾語とほぼ同じ言語を話すため、台湾語でカバーされた日本の演歌や台湾語のオリジナル演歌が福建歌。 北エンソングとして普及しており、現地の作詞家によって、オリジナルの歌詞をつけられたカバーも存在する。インド系の歌手で、福建歌いコール演歌の歌唱をメインに活動しているものもいる。また、これらの演歌はタイ語、ベトナム語、クメール語、マレー語、インドネシア語など、現地の言語で再びカバーされた曲もあるが、一般にチャイニーズソングのカバーと認識されている。 中国では、テレサ・テンなど台湾の歌手が国語でカバーした日本の演歌が広く浸透しているが、これらの演歌は一般に台湾の歌として認識されており、台湾歌と呼ばれている。また1980年代には、北国の春を中国の歌手がカバーし、流行したこともあった。アフリカ系アメリカ人のジェロは、幼少期に日本人だった祖母から演歌に親しみ、2008年に、 日本で演歌歌手としてデビューした。2007年、ブラジルのサンパウロにて行われた日系移民100周年記念イベントでは日本の音楽として演歌が流された。また大城バネサや南かナこのような南米出身の日系演歌歌手もいる。太字の曲はミリオンセラーとなったもの。演歌、歌謡曲として歌謡曲も一部含まれる。以下はすべて RF ラジオ日本で放送。 ありがとうございます。